たすらね32あ来た駄菓子屋ゲーム博物館駄菓子屋ゲーム博物館こんにちは駄菓子屋ゲーム博物館の岸ですそしてねこういう本も書いてます日本懐かしいキムタケでーすでね今回はというとこちらのピカデリーサーカスの最高当たりである120枚が当たるまで帰るまでにチャレンジしたいと思います。今回のチャレンジのためにね、軍資金なんと2000円用意しました。10円玉ね、200枚ですね。まあこれだけあればね、当たると思います。ではね、チャレンジスタートしましょう。いいのでござる。それでは120枚当たるまで帰るまで1回目。1回目、このね、120が当たるまでひたすらやるというね1回目は外れちゃいました1回目ひたすらね30の4枚掛けもう2回があっという間に終わっちゃうという3回目ああ当たるあれなんかさっきもここに止まったな4回目うわぁ、なんださっきずっとここ止まってるな5回目か、もうあっという間に200円使っちゃったなあれなんかずっとここ止まってない5回目まあでもね、これ30以外はもう全部ゼロみたいなもんあれここ、なんかずっとここ止まってるような気がするんだけどバグなのかなひたすらずっともう5回くらいここ止まってるような気がするんだけどさああ変わったかなんかこれはこれなんかちょっとつまらないというかなんか目的が何だか分かんなくなっちゃったけどあ来たかと思ったこれで10回目なんと400円使っちゃいましたうわあ11回目来ないかこれ1ケース使っちゃいましたこれじゃあ13回目かダメか14回どうだ600円ゼロひたすらね32あ来たうわっさやりましたじゃんじゃんメダル出てますなんとメダル出ちゃってまーす30の4枚で120枚出ちゃいましたなんとね、なんと今回ね640円使って120枚出ましたいやかなりね640円だから54枚儲かっちゃったいますねだペイアウト率にしたら 190% ぐらいじゃないかなざっくりだけどいやでもねまだまだ、2000円ね用意したんだけどなかなかの好成績じゃないでしょうかということでね、
今回の、120枚ね、頭で買えませんよね、640円でね、達成ということでね、皆さんもね、このピカディサーカス、やっぱね、120枚ね、4万円当たるとね、達成感で、ぜひぜひチャレンジしてみてください。ではね、今回の動画は以上です。この動画ね、面白いとね、グッドボタンを押してもらえるとね、私のモチベーションが上がりますんで、よろしくお願いします。それでは、バイナラ、ラナイバ。じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。バイ。